じゃあすみません、本日よろしくお願いします。茨城県の和田さんのところに来ております。実際の施工とかも、見させていただくので、ぜひ参考に、していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、じゃあまず、和田様のご紹介ですね。栗田オーナーです。はい、ご紹介お願いします。はい、金沢屋茨城県南龍ヶ崎牛久稲敷店のオーナーの栗田です。よろしくお願いします。お願いします。今金沢屋では、3エリア預からせていただいておりまして、工房はここの龍ヶ崎の工房と、もう一つ本社が砦の双葉にあります。開業は2021年4月の2日、今4年目に入ったところですね。はい、お世話になっています。あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、そもそもこの金沢屋を始めようと思われたきっかけは何かあったんですか？はい、もともと僕不動産会社を15年ほど世田谷で経営してたんですけども、はい、僕はランチェスター戦略っていうのを基本にしてて、まあエリア絞って、はい、お客さん絞って、商材絞ってっていうのを自分で考えながら不動産業やってたんです。で、世田谷で絞って、大学生からまあ20代中盤ぐらいの方に絞って、はい、で、賃貸物件でっていうのが僕の戦略だったんですけども、だんだんお客獲得コストが厳しくなってきてて、まあ15年や会社潰さずにやったし、そろそろ次のことやりたいなっていう時に、まあ部下が社長になりたいって言ったんで、会社を売却して僕は新しいことを始めようかな。ただそのランチェスター戦略ってのはすごく秀逸な考え方なんで、金沢屋だとそれが初めからパッケージになってるからエリアが決まってる高齢者の方張り替えるとか、これ楽じゃんって言って、僕が今まで頭を使ってたところを完全省略できるんで、マネタイズのところに集中すれば結構面白いんじゃないかなと思って始めたっていう。実際に今、4年やられていて、当時の反響とかはどう？反響は、正直今よりめちゃめちゃ良くて、僕が開業した3日間で39件になります。はい、おすごいですね。39件。3日間だけ。3日間だけ。本当にはこんなに来るつもりじゃなかった。なかった。先月4月2日に巻いて、0.2 はなってます。0.2? はい。で、そろそろちょっと落ちてきたんで、明日また入れるんですけど、はい、ちょっと売り込み散らしです。ありがとうございます。で、まあ、今だと網戸の季節なんで、網戸に特化した表にして、裏側は。実際にちょっと張り替えをしていただこうと思ってます。はい。なんで、まずは、引き取っていただいたものをちょっと見させていただければと思います。はい。ああ、もう破れてる。はい。まあ、どこからスタートしてもいいんですけれど、3.1 なんかもたまに使ったりはします。あ、神様帰ってきました。あ、こんにちは。お疲れ様です。お願いします。今、納品が終わって帰ってきました。栗田オーナーの、奥さんの方です。はい。栗田です。今、2人でやられて、今、4年じゃないですか。当時、会社を経営されてて、はい。そこを売却されて立ち上げようって言った時に、はい、背中を押されたりとか、それともなんでそんなことするのとか思わなかったんですか？決めたから。あ、決めたからだ。そうなんですよね。そう、よくその金沢屋、まあ家工房もそうですけど、うん、検討される方って奥さんが心配されるケースが多いんです。うん、大丈夫っていうお声がすごく多いんです。不安はなかったんですけど、はい、楽しそうだなと思って、もともと触るの好きなので、はい、物を作ったりとか、はい、一緒にできるならいいなと思って、はい、一緒に今、4年やって、家族の時間は増えたんですよ。あ、増えたというか、ずっと一緒なんで。あ、そっか。はい、実際に先ほど網戸を張り替えていただいたんです。どうでした？いや、すごく早くて。あ、ちょっと。でも100点の網戸を張ったのは彼ですよ。あ、100点。あ、よかったな。そう、あ、来ていただいて。鈴木さん。そもそも、なんでこの、一緒にこう仕事をやろうと、うちの神さんと同僚が。先輩後輩の関係でやられてて、で、したら、新しく網戸屋をやるぞっていうふうに、ふすま屋をやるっていうふうに聞いて、はい、何それっていうところの、なんか土日に手伝いに来るっていうところから始まって、はい、で、ついには東京から引っ越してきて、あ、こっちでしっかりやってます。みんな東京から来られるんですか？そもそも儲かるのかよとか思わなかった？小学校の時に
自分の家が建ったんですけど、ここには畳もないですし、ベスノも障子もなくて、自分自身も慣れ親しんだことがなかったので、こっちに来て初めて触るっていう感じだったんですけど、はい、実際に手伝いをさせてもらうと、こんなにみんな困ってて、こんなに需要があるものなんだっていう風に触って初めて知ってびっくりしました。なんかこれからどうしていきたいかとかって終わりなんですか、鈴木さん。あのこの前散弾銃の免許取ってもらったんです。はい。だから害獣とかの駆除を趣味でやってもらったらいいかなとか、いろいろそういうのを考えています。でも新しいものを楽しむ、はい、そこからあのいろんなマルチメディアで引っ張って、ね、はい、やっていこう。なんか鈴木さんからこの金沢屋やっていて、うん、正直な感想で大丈夫なんですけど、一言いただいてもらいます。僕も半年しっかりやらせてもらって、自分自身がこう何かこう手を動かして仕事をするっていうのがすごく楽しいなっていうふうに思える性格っていうのがありますし、なので施工自体もものすごく楽しくやってもらいますし、あとその施工したものをお客さんとかに届けに行って、ああ明るくなったねとか、こう喜びの声をこう直に触れて自分自身がやってよかったなっていうふうに思える喜びもあるので、あの全部こう楽しくやらせてもらっているので、まあこんなに仕事楽しくていいのかなっていう思うぐらいこう毎日が楽しいんで、そういう人だったらすごく向いてる。ありがとうございます。取ってつけたようなメッセージでしたけど、でも本当にそうです。お客さんがあのお金もらってありがとうって言ってもらえる仕事なんで、それはすごくいいと思いますね。はい、じゃあ僕から一言いいですか。はい。あの金沢屋を検討してる方で、まあ、こちら本部の方なんでいいこと言ってるかもしれないじゃないですか。でそれがちょっとうさんくせえなと思ったら、僕のところに一回あのお手伝いに来ていただいて、現場の本当にやってることを見ていただいて、お手伝いいただいて、感じていただいてもいいんじゃないかなと思いますけど、これ本部的に大丈夫ですか。店舗訪問とかも、はい、あの本部は推奨している。でそこであのオーナーさんもいろいろアドバイスとかはするんですけど、うん、オーバートークはされないんですね。オーナーさんが新しく開業された時に、いや藤田さん言ってたこと違うじゃんっていうふうになりがちじゃないですか。うん、なんかそういうのはあの安心してぜひオーナーさんにも聞いていただけると嬉しいなと、ぜひ茨城まで来ていただければと思います。まあ、東京から1時間です。そうですね、この辺であれば。最後に栗田オーナーから加盟検討者様に対して一言いただきたいです。僕今までこういう加盟検討者の方向けに何回か出させていただいたんですけど、まあやったことないのが怖いのは当たり前じゃないですか、はい、でも怖いって強烈に思うんであれば、多分今までやったことないことだから自分の幅が絶対広がると思うんで、怖い方ほど始めた方がいいと思います。以上です。奥様も加盟検討者と奥様に対して、最初のお金の状況があるけれども、はい、在庫とかそんなに持ってないでも始められるので、思ったよりその難しくなく商売ができるんじゃないかなって感じました。うん、初めてそういう仕事をやるって奥様も全部送れればとかそういうお互いにこうできることをやり合えるので、すごくそんなに喧嘩してる暇もないんで、仲良くないとやれないことも多いので、そういった部分では円満になるかもしれない。喧嘩してる暇がないは名言です。暇ないですね。冒頭でも話したんですけど、その余計な戦略を考えなくてもいいパッケージができてるんで、うんうん、何も考えないまま結構成功しちゃったりする人もいるかもしれないんで、うんうん、自分で勉強はなんかした方がいいかもしれないですね。戦略は正直できているん で、はい、でこういうの入るのって戦術じゃないですか、はい、戦術だけで終わっちゃうと将来はちょっと失効になるかもしれないんで、金沢に甘えつつなんか自分のやり方も途中から見出すといいかもしれないですね。はい、じゃあ本日は以上でイベントを終わろうと思います。はい、はい、あの本日はありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。